ギターはですね、私中学校1年から弾いてまして、もう今年60歳になるんですけども、定年がもう、声が聞こえてきたんですけど、こんな、池袋のステージに立つとは思ってもみませんでした。経験的にはですね、ステージにはもう7回目なんですけども、去年の暮れも秋葉原でちょっとライブやったんですけども、こんなに顔見知りの人がいっぱいいる前で歌うのは初めてなので、ちょっと緊張しますけど、ちょっと聞いてやってください。はい、じゃあですね、MC もちょっと MC 長いです。はい、じゃあ大きい声で歌います。誰一人見てない、僕だけのこのショー、招待状のないささやかなこの賞、恋を胸に闇に酔いつつ、星に届くように声よ、変わらぬ言葉とこの胸が、遥かな君のもとへ届くように、僕の気持ち次第、一晩中歌うのもいい、星に届くように声よ、変わらぬ言葉とこの胸が、遥かな君のもとへ届くように、ありがとうございます。1曲目、招待状のないショーということで、私招待状1枚も配れなかったので、ちょうどこの曲がぴったりかなと思ってちょっと歌ってみました。誰の歌か知ってますかね。知らないですかね。井上陽水さんの歌ですね。陽水の歌なので、もっと声は綺麗な声で歌うんですけども、歌詞を見ないとね、この年になると歌詞を見ないと歌えなくなっちゃって、次はですね、私の世代の歌では中島みゆきさんの歌を今度歌おうと思います。これもですね、1978年の、中島みゆきさんがですね、なんだっけ、別れ歌という歌を知ってますよね。あれが出た LP に入ってた曲なんですけども、ミルク32という歌を歌います。
女性が歌う歌なので、ちょっと私60歳になる私が歌ってもちょっとかっこいいかどうかわかんないですけども、ちょっと、歌ってみたいと思います。歌でいいでしょ、ミルク32、まあ、中島みゆきさんが32歳の時に歌った歌ですかね、きっとね、だと思います。はい、MC を喋、りたいんですけど、押してるそうなのでちょっと早めに次の曲に行きたいと思いますが、これもですね、1978年、私が高校生の時にヤマハコッキーポップという、のがあってですね、テレビ番組もあったんですかね、それで、出てきた2人組の、デュエットの、メンバーで、
片方の一人が今、一回警察に捕まって釈放されて、今シャバでもう一回再起頑張ってるんですけれども、一人咲きという歌を歌います。トイレトイレの話はやめてよ、あんたの心にしがみついたままの終わりじゃしょうがない、あたいは恋バナ散る場いいのよ、あたいはあんたに夢中だった、心からあんたに惚れていた、燃え尽きてしまった恋バナは静かに別れ歌歌うの疲れたまんまで、二人で心を合わせたけれど、大きな夢を咲かせすぎた、燃えて散るのが花、夢で咲くのが恋、一人咲き。拍手。違う曲にしようかな。こうやってね、毎週私うちで弾いて歌ってるんですけど、 YouTuber ありがとうございます。今 YouTube に、293曲上げてます。ぜひ実名で杉野清弘で検索でヒットしますので、ぜひ
探してみてください。再生回数は今37万回ぐらいいってますので、まあ、293曲上げてるので大したことないんですけどね、37万回。ただあの登録者数がですねまだ178人しかないので、あの YouTuber って1000人登録者がないとあのお金入ってこないんですよあのもうすぐ定年ということで、あの今後の収入源にもなるので、ぜひあの杉野清姫で登録をぜひお願いしたいと思いますちょっとですね、あのしみじみした歌が多いので、ちょっと、調子のいい曲にちょっと変えました。これもですね、あの本当は私山下達郎が大好きなんですけど、このアコギではなかなか達郎が弾けないので、そのバック、バンドでコーラスをしてたあの村田和人っていう和人かな、という人が、この間ちょっと癌で亡くなっちゃったんですけども、この間っていうか、まあ、数年前かな、その人が歌った唯一のヒット曲があってですね、これ昔の日立マクセル、マクセルのカセットテープのコマーシャルソングで流れた曲です。一本の音楽という歌を歌います。振り返る故郷の街はいつか消えてく遠い蜃気楼、風を感じI'm just flying away 君の好きな歌をいつもポケットに入れて、一本の音楽が僕の旅のパスポート、昨日までの破り捨ててしまえ、手拍子遠ざかる街の香りは君と過ごした夏の余韻さ、夢を追いかけて I'm just rolling stone、いつもポケットに入れて、一本の音楽が僕に語りかける、時は風さ立ち止まれば通り過ぎてしまう、こともある僕らだけど、君の好きな歌をいつもポケットに入れて、一本の音楽が僕の旅のパスポート、昨日までの煩わしさ破り捨ててしまえ、ありがとうございます。ありがとうございます。あと何曲歌ってもいいですかね。ですね、次はですね、最後の曲になります。ですね、一応5曲っていうことで、したので、時間はまだちょっとあるんですかね。MC をもうちょっと喋りましょうか。会員番号1番。え？会員番号1番の話をしなきゃいけないですね。今日の主催は、
KMJ、コニカミノルタジャパンっていう、まあ、会社の名前出たらちょっと嫌な人もいるかもしれませんけど、軽音楽部、軽音楽部っていうのもちょっとダサいですけどね。それが発足されて、もう飛びついて私あの会員番号1番なら入りますということで入れてもらったんです。まあ、会社にこんなあの部ができて、公認の部なんですよね。社長が、何でしたっけ、名誉会長顧問かなんかですよね。ちゃんと、会社も認めるクラブ、部ということで、そこであと数ヶ月活躍しようかなと思って、ナンバーワンで入りました。ぜひまだ入ありがとうございます。まだ入ってない方はぜひあの入っていただいて一緒に音楽しましょう。はい、じゃあ最後の曲なんですけども、ですね、これもですね非常に古いんですけども、でも今も活躍している、斉藤和義さんの曲を歌おうかなと思います。これですね、私斉藤和義さんってあんまり知らなかったんですけども、子供たちがですねポンキッキーズっていうのをテレビ番組を見ててですね、そこでこう歌ってた曲が耳に残ってて、あれが斉藤和義さんの歌だったのかっていうことで、後からだいぶ後から知ってですね、これいい歌だなと思って、で子供番組の歌なんですけども、詩の内容を聞くとすごく大人の、すごく意味の深い詩で、いい歌だなと思って、あのぜひ歌ってみようと思って、今日 歌いたいと思います。本当はやっぱあの前のバンドのロックバンドでもうガンガン鳴らす曲なんですけども、今日はアコギ一本で、杉野さんらしく歌ってみたいかなと。走る街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく、誰にも言えないことはどうすりゃいいの、教えて。急ぐ人に操られ左も同じ顔、寄り道なんかしてたら置いてかれるよ、すぐに嘘でごまかして過ごしてしまえば頼みもしないのに、同じような朝が来る。走る街を見下ろしてのんびり雲が泳いでく、だから歩いて帰ろう、のんびり雲が泳い
歩いて帰ろう。今日は歩いて帰ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。もう限界です。